千金。どうもどうも、オクチャンネルだー。今回なんですけども、ワンニャンスクラッチ100円くじでございます。で、はい、今回なんですけども、こちらでございます。すいません、ちょっとね、これ、もう販売してません。はい、もう結構前に終わってます。で、ただ自分買ってて、削り忘れてたので、今回のこのタイミングでやることにしました。で、ネコミックスの12でございます。これちょっとごめんなさい。小さすぎて何て書いてあるか読めないので、ここで、仲良しシェアリングということで、ここ丸が1個しかないよということですね。で、まずこの仲良しシェアリングに関しましては、左の赤枠の中をすべて削り、猫の絵柄が3個以上出れば当たり、その数に応じて右の当選金が受け取れますということでございます。で、3匹だったら100円だよ。4匹だったら1000円だよ。5匹出たら10万円だよという形でございます。で、さらにこちら、全国自治でございます。で、こちらに関しましては、500万通り5億円使われておりまして、1等がなんと全国で100本ですね。で、まあ言って10万円なので、まあそんな大した金額ではないんですが、まあでも結構数的にはありがたいですよね。で、2等に関しましては1000円。こちらがね、なんと3万本あるという形でございます。で、一応これね、計算上で言うとなんですが、袋入りを買えば最低保証4。つまり400円は返ってくるよという代物になっているんですが、このシリーズ結構実は3つしか出なかったり、逆に5つ出たりとかっていうことも結構あったりするんで、それではちょっともしかしたら中身によって若干、差異はあるのかもしれないなというところでございますが、まあちょっとね、販売はもう実際過ぎているんですけども、まあやっぱり僕、100円くじは、スクラッチで次取れる可能性あるとしたらこれだなというふうには思っていますので、ここで削っていきたいなと思います。では早速ね、削っていきたいと思います。作戦金。はい、では行きましょう。ひとまず半分ぐらい削ってみる。わからないんで。とりあえず3匹出たらいいよって話ですよね。ああ、こういう感じなんですね。なるほど。いやいや、3匹出てるやん。もうこれ3匹出てる。ちょっと待って。まあ、一旦ここ行く？行く？とりあえず行くか。まあ、ここまでにして、で、残り行きますか。はい。一応、こういう状況でございます。まあ、3匹出たんで、とりあえず、当たりですね。100円いただきます。では、もう1匹出たらいい。行きます！ほらー！もう1匹来い！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 100円です。一応今回ね20枚、購入でございますので、20枚やっていきます。なのでやっぱ100円くじね、2等まではね結構あるんですが、やっぱり1等で取れてないんで、そこ取りたいよねっていうのはね思ってます。はい、いきます。こういくか、いやまあ分かんない、何が正解か分かんないですけど、とりあえず半分ぐらい削る、とりあえずね毎回半分ぐらい削って、はい1匹はい、いきます。こういう感じね。ハズレの時はこういう感じね。はい。二人しかいないよと。5匹とか出たら超感動なんだけどな。そう、僕的には、そう、こっち、次100円シリーズ出たら、ちょっと1万円ぐらい買おうかなと思ってです。当たりそうな気するんですけどね。でもまあ、ちょっと、あれですよね。100本だもんね。なんとも言えないよね。はい。いきます。か、まあ、もうなんだったらスクラッチ全部100円にするっていうのもありなんじゃないとは思うんですけどね。逆にね。おー、2匹ね。2匹です。はい。いきます！2匹。なんでな。出そうぜ、もうちょっと。一応、だから4でしょ確定は。4でしょ、ちょっとごめん。ちょっと余計とか、これ。確認ため1。2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。ちょっと余計ながらやらないとわからなくなる。はい、いきます。上から。あ、2匹。いいっすね、2匹じゃん。これでいきなり5匹とか出てきたらびっくりするんだけどね。あ、やばい、3匹来たんじゃないこれ。ほら、3匹来てるね。あと、だから下も出る可能性あるんで、まだわからんという。5000円の道あるっていう。はい、いきます！もう1匹来い！いや、まあまあ、ないより、そらいいよね。普通に考えたら、そらないよりいいよ。わ、そうだ。
そらそうだ。はい。ありがとうございます。今のところこれで2枚。はい、いきます。これなんか、心なしか上から削ったらとか関係ある？これ2匹でしょ？あー、なさそうだな、この辺な。いきます！悲しいな、これなんか寂しくなるね、これ。いないんだ、みたいな。はい、ダメです。まあ、あんま別にもちろんね、削るところは関係ないですけど、やっぱとりあえずまず4枚出るかどうかですよね。はい、いきます。だいたい上に2人いてたら、まあちょっとぽいって感じ。はぁはぁはぁ。これで2匹は出てると。ここがなんか、まあ今回ここ SH って書いてあるからなんかあるかもしれないですね。もしかしたら3匹出るかもしれない。はい、いきます。お、来た、3匹。まー、3匹あるぞ。オッケーオッケー、4枚出そうだな。はい、ありがとうございます。さあ、当たりです。100円です。100円だからね、これ、言って。はい、もう1枚出たら、まあ、おそらく、まあ、そうだろう。なんか、計算上曖昧な時も結構あるんですけど、今回、まあ、ピッチリしてたので、もしかしたらピッチリしてるかもしれない。はい、いきます。いや、5匹ね、出てほしいよね。5匹ね。あ、これなんか来なさそうだよね、これね。はい。いきます！あ、サビ来た！おぉ！かっ！よし！よし！よし！あら。まあ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 。まあ、こんなもんでしょう。こんなもんでしょう。結構、だから、あと、ね、3枚あるんですけど、これはまあないか、もしくは1等やら2等やら出るかの、かもしれないね。はい。いきます！出てほしいなぁ。結構100円くじは1等出そうな気がするんだが、甘くないよね、やっぱりね。ほら、全然甘くないよね、これね。はい、いきます。お、2匹、2匹で、揃えたいな、揃えたい、やばい、揃えたい。はい、いきます。9枚目です。いきます。うん、一匹。ちょっと真ん中ぐらいまで、スーッと行きましょう。はい。いやー、これわからんな。こうなさそう。2じゃない？これ。2じゃない？ 2 じゃない？はい。いきます！ちょっと削りすぎたな。あ、あ、あ、来た。もう一匹来たら、なーい。なーいわ。はい。ダメです。いや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 、まあまあまあ、まだあと10枚ありますからね。これで一応、一袋目の最後の10枚目。はい。いきます。うわー、いいの出てほしいな。そう、結構2等とかは正直取ったことあるんで、100円くじは。だから、できれば、1等ですね。1等。まあ、結構むずいと思うけどね、これね。はい。いきます！うん、あ、いき。あかんなぁ。ちょっと。あかんわ。あかん。あかんでー。あかん。はい。では、残りですね、10枚でございます。いや、ここで取りたいよね。どうせだったらね。ちょっと神がかってる感じになるかもしれないですけど。はい。いきます。ここでも4枚出たら結構いいですね。800円なので。まあ、もちろん赤字なんですけど。ないよりはいい。全然いい。はい。いきます！いけ。だいたい上もいないと無理か。なるほど。はい。ダメです。わかった。下から削る。だから出るとしたらこの布陣でしょ？この布陣ってことでしょ？だいたい。だいたいそうだよね。そうそうそう。なので、下から行かないと、まあ、一緒か。結局一緒か。わかんねえ。まあまあ、上からの方が見やすいでしょう、動画的には。はい。いきます。そう、結構やっぱそういうのちょっと気にして削ってるのはあります。やっぱ一応映像のね、お仕事ですから、やっぱそらそうだよねっていう話で。はい、とりあえず1匹。はい、残り、下にね、4匹眠っていたら最高ですと。まあ、ないか。結局だから5匹って全部出なきゃダメなんだ。そういうことだよね。で、3匹だったら別にかけてもいいと。下2匹のパターンもあると。
はい、いきます。結局そうだよね、そりゃそうだよね。いやーいやいやだいやいやだ。そう、ここにだからいないとダメなんですね。だから1匹1匹1匹最低そうですね、いないとダメなんです。だから逆に真ん中2匹3匹いたらほぼ確じゃんっていう、そういうことですね、そういうことですね。はい、いきましょう、いきます。そうだから上でもう1匹しかいない段階で1頭はないんで、1頭はないんで、で、この真ん中に3匹いたらなんかもう確定だよこれ、1000円っていう話ですね。はい、いきます。ほーら、あーあかん、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 ちょっと待って、マジやだなー、やだなー。ちなみに今日ね、たまたま別にあんまり僕そういうのし、まあ、なんつっていいんですかね、朝テレビ見るじゃないですか、ニュースとか。で、占いあるじゃないですか。で、うち目覚ましテレビ派なんですけど、一応まあ家出る前ぐらいこう占いがね、ちょうど来るんですよ。一応見るんですよ。一応ね、一応ですよ。今日ベベだったっていうね。朝から、なんでなんてなりません?結構僕だけですよ。なりません?だから、よその占い見たらまた違うんですよ。違うんですけど、ベベだったんですよ。だから、そらそうだよ、ね。感じですよね。はい、いきます。ごめんなさい、どうでもいいです。お前のベベなんかどうでもいいと。おー、2匹来た、嬉しい。これだから期待感高まるよね。だから、ここ2つ、下2つでもありですし。そういうこと。あ、でも、バラバラだな。バラバラだな。まあ、わかんねえや、とりあえず。行くか。行きます。お、来た。おーおーダーン、真っ黒の当たり。はい、オッケー。とりあえず、当たりです。来ました。当たりです。はい。じゃあ行きましょう。さあ、行きましょう。占いベベの男が、スクラッチを削ります。はい。行きます。何の話だね。あー、嬉しいやん、これ2つ来た。やったー。いや、ここね、期待したいな。はい。行きます。普通に当たり、はいはい、ありがとうございます。いやー、まだあとね5枚あるんでね、1等欲しいですよね、本当に1等マジ欲しいな。いきます。お金欲しいよりもなんか僕もうあれですね、もはやちょっとバグってんかも分かんないですけど、動画に収めたいが強いんですよね。その広告収入云々もまあもちろんありますけど、単純に動画に収めたいんですよ。その思いが強いかもしれないですね。どちらかといえば。だから他の方々とちょっとまた違うかもしれないです。はい。いきます。ここ下3つあった。これ積みじゃない、これ積みだろ、これ積みだろ。あ、いや、ちょっと出るの期待したい。ダメだねー。ダメだねー。おいやーなー。出えへんって感じたら嫌やなーってなってきますね。はい、いきます。20枚って結構ね、削る体力結構いるんですよね。はい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 もうわからんって。はい、いきます。お、逃げ、この下のこっちはあんま出ないな、ここ出ないな、ここあんまり出ないな、ここだから下から来たら、下から削ったら結構あるんじゃない、下から削ってった方が、2個出た時テンション上がるかもしれないですね。じゃあ、早速なんで下からやろう。多分ちょっと動画的には見にくいかもしれないですけど。おー、一匹ね。はい、一匹ですね。いきます。はい、あー、これはまあまあ。もう1が決まってる。でもこれ真ん中1個のパターンもあるんですね。関係ないですね。2匹、あと何個、え、何個か出るよね。1個か2個かな、分かんないけど。はい、いきます。いいじゃないですか、いいじゃないですか、え、ね、いいじゃないですか。いきます。おーい、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 
しいな、ここ。ここ出たらちょっと嬉しいぞ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。で、なんか空元気になってきたな。はい、ラスト1枚でございます。これ20枚目でございます。では、参ります。いきます！ほう。おー、あ、片方ね。片方ね。はいはいはい。片方ね。とりあえず片方でございます。はい。うわ、削りすぎた。あ、なんかここいるな。なんかここいたら当たりだな。はい。いきます！ピカッカッ！あの、実質負けですからね、これね。